私の管理がいけないんですけど、財布から1万円がなくなっていまして。僕のせいで盗まれちゃったの。タイミングとしては何時頃ですか？この子のトイレ付き添ってた時なので、10分ぐらい前ですね。そうですか。こちらでも周辺を探してみますね。はい、お願いします。お母さんショックだな。見つかるといいね。だね。あら、何かなくしちゃったみたいね。そうなんです、財布のお金なくしちゃって。あら、気の毒ね。1万円も大金ですからね。はい、お客様、近くを探したんですが見当たりませんでした。お力になれず申し訳ありません。いや、大丈夫です。ありがとうございました。1万円も大金ですから見つかるといいですね。はい。ん？そういえば隣のおばさん、1万円も大金ですからね。車掌さん以外に1万円なんて言ってないよね。もしかしてあのおばさんが。逃げるわよ。ちょっといいですか？何よ、急いでるからどいて。本当のこと言ってくれたら大事にはしませんよ。これで電車賃が浮いたわ。すいません、駅員さん、どうされました？さっき買ったフリー切符をなくしちゃったんですが。どのあたりで落としたか覚えてますか？券売機のあたりだと思うんですけど。何時ぐらいですかね？30分ぐらい前です。では防犯カメラで確認してみますね。お願いします。よく見る顔だな。不正の常習犯だこいつ。全駅に共有します。先ほど。ちょっとお客様、切符見せてください。いやいや、今急いでるのよ。この写真に見覚えないですか？うん、これは悪質な不正乗車ですよ。ちょー、俺は眠たいのよ。邪魔するんじゃないのよ。意地悪、車掌さん寝つけてやる。勝手にするのよ。久々に酔っちまったな。終点まで寝ていくか。車掌さん、どうされました？椅子を全部使ってるおじさんがいるの。え、案内してくれる？うん。誰かと思ったら横山かよ。迷惑ばっかかけやがって。ほら、一人で全部使ってる。あ、いいこと考えた。僕、ちょっと手伝ってくれる？え、うん。そっと起こさないようにね。お前よ、もう少し頑張って。ここでいいの？バッチリだね。にひっ、うん、終点に着いたのか。くそがー、いっ。何ですか？もうつけなくていいのよ。あ、マスクですか？そうに決まってるでしょ。そんなのして熱くないの？あ、大丈夫です。何よ、芸能人ぶって顔でも隠してるの？いや、そんなことないです。あの、それともブチャイクだから見られるのが恥ずかしい？いや、その、見てるこっちも熱苦しいから取りなさい。あ、おいごらてめえ、どんな理由でマスクをしてたのかちゃんと聞きましたか？私、香料アレルギーや寒暖差アレルギーで、この時期マスクないときついんですよ。そう、そうなのね。事情もわからないのに一方的にことを進めて、万が一があったらどうするんですか？うん、一人一人いろいろな事情があるんです。あなたが全てではありませんよ。はい。なんてことだ、夏休みが終わってしまい、もう何の楽しみもないじゃないか。いっそのこと俺を殺してくれ。言い過ぎだよバカ。私、すっごく優しいからさ、殺してあげよっか。怖えよ。さすがにあいつも冗談で言ってるから。お願いします。早まるなバカ。はい、席につけ。早速だが席替えをするぞ。チートン。お前ら単純だな。ようやく先生の隣というプレッシャーから崩壊される。解放な。私、絶対眠くなるからさ、ベッドのある席がいい。そんな席ねえよ。西川はどこがいいの？俺はそうだな、いつも面倒はかかるけど、なんだかんだ一緒にいて楽しい、宗男の隣かな。寝てんじゃねえよ。じゃあ9時引きに行くです。引きに行くですみたいに言うな。どこになるかな。俺ここでーす。先生の席じゃねえか。あたしここねー。なんでベッドあんだよ。じゃあ俺の席は？いつでもうんちし放題。できるか。クラスリレー当日にアンカーの五十嵐がいないなんて絶対絶命じゃん。誰が代わりに走るの？あと残ってるのはクソザコたち。なんか言い返しな。僕は10メートル走で雨の日に負けたことがあります。カタツムリに。絶望的だ。カツジはサクランボはたまに3つついてるのがあります。ダメだこいつ話できねえわ。トリマノブタは戦力外だから。カツジ行くよ。カツジと申しますか。位置についてよーい、ガン。西川くんは最近メガネの度数を 0.1 ほど上げたそうです。どうでもいいわ。宗男くんはずっとタクコちゃんのことが好きだったそうです。え、普通に照れる。タクポヨちゃんは最近背泳ぎで潜水してシーラカンスを捕まえたそうです。異次元すぎるでしょ。勝地大丈夫かな。何やってんの？すごすぎるよ勝地。角刈りだから風の抵抗が少なくて一直線に進んでった。優勝だよ。
リレーはいつですか？もう終わったわ。おい、このままだと今年もクリボッチ確定じゃねえか。いっそのこと俺をディズニーに連れてってくれ。もっと虚しくなるぞ。そんなにモテたいなら今の女子の流行りを知らないとだな。お前は知ってんのかよ。知るか。だから女子に聞きに行くんだよ。おありのままの。あ、絶対流行り知ってそうな人がいる。どこがだよ。アナ雪流行ったのだいぶ前だぞ。タクポヨちゃん、今時の女子の流行りを教えてくれない？任せて。まず流行ってる音楽は博士太郎とか関口メンディーかな。なんか髪型特徴的な二人だな。 K-POP ってやつ聞いたことねえわ。あとやっぱり好きなのは関西弁で話すドラえもんのカンドラ。違和感だわ。韓国ドラマだろ。そんなドラえもん見たことねえわ。のび太くんのやつまたジャイアンにいじめられとるやないかい。勝手にやんな。あとどっかの国の料理を勘で作って食べる韓国料理とか。誰が食べてんだよ。じゃあ勘で作った料理を気になる女の子にあげたらいいんだ。そんなわけねえだろ。最後に特別に流行ってる言葉を教えてあげる。何？帰るか。お前ら目をつぶれ。何事だ。出たこのクラスの給食費が誰かに盗まれた。先生怒らんから正直に手を挙げろ。もうブチ切れてんじゃねえか。俺が心から愛してやまないこのクラスにそんなやついるわけないよな。はーい、いたー。犯人見つかるの早っ。学校よ、お前がやったのか。ちげえよ。質問なんだけど、給食費ないとどうなんの？紛らわしいな。見つからなかった場合このクラスだけ給食なしだ。それは鼻炎超えて中耳炎。どういうことだよ。とにかくみんな目をつぶれ。いつでも始めてください。準備良すぎだろ。やること知ってたんか。これで目開かねえぞ。体張りすぎだよ。じゃあ犯人は正直に手を挙げろ。はい。お前かよ。見てんじゃないよ。あ、すいません。姉ちゃん、こっち来いよ。いや大丈夫です。何もしないから来いよ。変な人に絡まれた。どうしよう。帰って言ってんのが分かんねえのか。姉ちゃん、拡散完了。電車にヤバい人いたって X で拡散しといたから。おい、ふざけるなよ。会社の人に見られたらどうするのよ。見られたらまずいことしてるから悪いんでしょ。勝手に取りやがって。訴えてやるぞ。訴えられて困んのはおっさんじゃねえの。JK に強要したり電車で迷惑行為、人生終わりじゃね。クソが。ギャル強いてて。大丈夫ですか？ちょっと足をくじいちゃってね。ホームまで送ってくれる？ああ、いいですよ。悪いね。へっへっへっ。ご容赦ありがとうございます。よいしょよいしょ。ん？ここまでで大丈夫ですか？助かったわ。それじゃあね。いや走れんのかよ。すいません。はい。あのおばさん知り合いですか？いや、さっき改札のところで足をくじいたっていうのでホームまで運んであげたんです。改札に入るときはどうやって？普通に僕の定期で入りました。やっぱりか。2337F 車掌さん取れますか？はい、こちら 2337F。 車内に無札で乗車したおばさんがいます。状況の確認をお願いします。了解です。お客様。残念でしたね。お前ら何ちんたらやってんだよ。もう始まってんだぞ。1秒も無駄にすんじゃねえぞ。組に行くぞ。はい。ドリンクバー行くだけだろ。もっと楽しく過ごそうよ。じゃあカルピスにしよう。お前はバカか。ドリバのカルピスなんて原液を水で薄めまくって出てくんだから元取れねえからやめとけ。好きに飲ませてやれよ。確かにちょっと薄いけど。僕はホットココアだ。のぶた、何回ボタン押した？え？一回だけど。ドリバのホットは量バリ少ないから最低2回以上押さねえと元取れねえぞ。めちゃくちゃケチだな。何回も組に来るのがドリバの良さだろ。よし、乾杯。乾杯。結局五十嵐くんは何にしたの？俺全混ぜ。罰ゲームで飲むやつじゃん。美味しくねえだろ。タクポヨちゃんは？ハイボール飲んでもいい。うん、ノンアルだよね。うわあ、気をつけろよ。お前ら静かにしろ。蜂が入ってきました。蜂なんか気にするな、バカタレが。気にするだろ。誰か退治できる？学校ごとぶっ飛ばしてやんよ。ドラゴンボールか。俺たちも退治されちゃうよ。じゃあもう知らねえから。おい、ブンブン言わせてんのはどこのドイツだ？その辺の蜂だよ。五十嵐くん、退治してくれる？蜂か、申し訳ない。必死に生きてる生き物を退治なんて俺にはできねえ。そこは優しいんかい。好感度上がること言いやがって。なら俺がやるしかないか。いや殺虫剤あったのかよ。じゃあ今日の授業はここで終わりにする。めっちゃ刺されてんじゃん。車掌さん、電車にゾンビがいるんだ。え、どういうこと？とにかく来て。あ、はい。よ、横山さん。車掌さん、危ない。あ、明らかにいつもの横山さんと違う。本当にゾンビに？
奥の乗務員室に避難してください。ソウスケ、行くよ。うん。五十嵐、行くよ。お、怖い、怖い。こちら537F、司令さん取れますか。こちら輸送司令、どうした。信じてもらえないかもしれませんが、車内にゾンビがいます。ここにも出ちまったか。え、どういうことですか。ニュース見てみろ。嘘だろ。現在渋谷スクランブル交差点では突然変異したウイルスによりゾンビ化した人で埋め尽くされています。皆さん、ここなら安全です。助けが来るのを待ちましょう。はい、うん、ちょっとあんた、噛まれたんじゃないでしょうね。え、あ、ママ、ちょっとあんた、噛まれたんじゃないでしょうね。え、あ、ママ、さっき逃げる時に。ここから出て行きなさい。すぐにゾンビになるわよ。お客様、落ち着いてください。落ち着いてられるわけないでしょ。ここで死にたくないのよ。でもまだゾンビになるって決まったわけじゃ。なってからじゃ遅いでしょ。ああ、出て行きます。ママはゾンビなんかじゃない。ソウスケ、ママはママのままだ。ゾンビなんかになるもんか。そんなこと言えるのも今のうちよ。ママが出てくんなら僕も出て行く。ソウスケは優しくて強い子だ。もう一人で何でもできる。できない。ママがいないと。ママがいなくても大丈夫。ほら笑って。うーん、ありがとう、大好き、ママ。やばい、扉が壊れそうだ。皆さん、もっと奥へ。やべえな。少年、先に行って。うん。くらえ。今だ。じゃあ、お姉ちゃん。もう無理かも。タッポよ、バカ、何やってんの。てめえ。五十嵐、噛まれたの。ダッセーよなぁ、俺。なんで助けたの。もっと自分大事にしろよ。私なんてほっとけよ。ほっとけるわけねえだろ。ようやく見つけた、大切な人を。もうふざけんなよ。タクポよ、またお前を見つけるよ、キモ。ママ。こちら 537F。 遅くなってすまん。間もなく救助のヘリが到着する。乗客は何名だ。現在3名です。了解した。よく頑張ったな。助けが来るのかい。はい、間もなくヘリが到着します。助けては。帰りたくない。もうどうでもいい。そんなこと言わないでください。え、命を懸けて戦ってくれた人の分もこの痛みを背負って戦っていくんです。この痛みは消えることはない。でもそれを受け入れて生きていくんです。うん。この痛みがあるからこそまた立ち上がって明るい明日を求めて生きていけるんです。さあ帰りましょう。うん、うん、そりゃ、なんで俺がゾンビなのよ。すいません、開けてください。すいません、開けてください。あの、うるさいわね。そこにいたらいいじゃないの。黙ってるのよ。ああ、すいません。車椅子になってから悲しいことばっかだよ。おいこらてめえ。あなた方は自分のことしか考えてないんですか。何がだ。足元に分かりやすく車椅子のマークがありますよね。あれ、いい大人なんですから、もっと優しくなってください。一人一人が相手にとって今必要なことをしてあげられるような人になってください。はい。お客様、え、あちらを見てください。ちょっと誰か押して。いや、ダンサーきっちりな。あの人も車椅子で生活されてますが、いつも前を向いてますよ。はあ。ダイビングに行ったり、一人で世界を旅したりしてます。世界では日本以上にバリアフリーが発展してる国もあるんです。健常者と一緒に扱ってくれるとあの方も喜んでいました。そうなんですね。お、お兄ちゃん、こっち来なよ。はい。笑顔、よし。間違えちゃったよ。どうしたの。俺のやつを間違えちゃったの。僕と一緒だ。そうなの。名前はキヨシ。僕はソウスケ。よろしくね。うん。あれ、僕たち何やってんの。立川に行く電車を待ってるの。立川、もう行く電車ないよ。え、困ったな。うえー、この電車は青梅で車庫行きだし、伸ばすわけにもいかないしな。もう帰れないの。嫌だよ。やるしかないか。司令官取れますか。はい、こちら司令。この電車行き先を立川までにはできないですか。そ
そんなの無理だよ。どうしたんだよ。困ってる子供たちがいるんです。天候も荒れてきて、このままにするのは危ないです。こうなったらお前は何言っても聞かねえからな。メトロさん、上には黙っとく。立川まで送ってやれ。ありがとうございます。たく、よし、二人とも乗って。うん、ママママ宗介、キヨシ、え、誰、僕たちは友達だ。ボーリングでも行く。いいね、行こうぜ。お、どうした。誰か財布忘れてんじゃん。駅に届けようぜ。そうだな。すいません。どうされました。これ電車に落ちてました。ご協力ありがとうございました。お金取ってたわよ。は、何言ってんだよ。お客様どういうことですか。どう見ても人のお金を取りそうな二人組でしょ。その財布から取ったのよ。本当ですか。いや、取ってねえよ。俺らが取った証拠あんのかよ。証拠も何も、まともな教育を受けてないような顔してるじゃないの。そういうやつはね、盗むのよ。もし取ってたとしたら警察沙汰になりますよ。やってねえ。本当だよ、信じてくれよ。俺見なさい、嘘つくほど慌てふためくのよ。駅員さん、財布落としちゃったよ。あ、もしかしてこれですか。あ、そうそう、君たちが拾ってくれたのか。はい、はい、ありがとな。少ねえけどこれ持ってけよ。え、見た目によらずいい青年たちだな。ほんじゃまた。しゃーチュー。車掌さん、どうされました。電車で奇声を上げてる人がいます。え、すぐ行きます。オープン。ちょっとお客様、オープン。いや、何やってるんですか。オープン。ちょっといいですか。活字って申しますか。知らねえよ。てか何やってるんですか。この開くボタンを押したら iPhone のロックも開くんですよね。開くか。角刈りのくせに生意気なんだよ。あれ、開くボタンを押したら開店前のラーメン屋も開くんですよね。開くか。開くのあんたの鼻の穴だけだよ。あれ、開くボタンを押したら社会の窓も開くんですよね。それただのあんたの趣味だろ。メトロさん、どうしたんですか。いや、この人が意味わかんないこと言ってんだよ。お客様、どうしたんですか。今閉めるボタンを押したので僕は心を閉ざしました。ちょっとついていけないです。じゃあ開くボタンを押しますよ。どうぞ。ん、駅員さんたちの社会の窓が開きました。今日からこのクラスに新しい仲間が増えます。ちゃんと話せや。そうなんだ。おい、マジかよ。バカ、喋りに転校生だ。ちょっとやめとけよ。いいだろ、どうせ聞こえねえんだし。どけ。車両点検の影響で三鷹行きは2番ホームに乗り場を変更いたします。あいつ聞こえねえからずっとあそこにいんじゃね。教えてやるか。あんなやつほっとけ。何やってんだ。手話ってやつだな。気持ち悪い。急ですが、安藤さんが転校することになりました。え、まもなく列車発車します。はぁ、仕事疲れたなぁ。タクコ、まもなく列車発車します。はぁ、仕事疲れたなぁ。タクコ、邪魔だ、どけどけ、急いでるのよ。あ、非常、タクコ。お客様は大丈夫ですか。私は高校の時、普通にみんなと遊びたかった。耳が聞こえなくても普通に遊んでほしかった。え、通訳ぐらいはさせてください。ありがとうございます。でも嬉しい、ありがとう。最後に一言言わせて。何？なんて？電車遅れそうだからチャリ借りてくね。行ってらっしゃい。眠いなぁ。アラジンのように魔法の絨毯に乗って魔法の絨毯通学してる。アラジンもびっくりだわ。チーッス。新章ですか。魔漢子のタッポー。駅は壊さないでね。どうしたんですか。ピッコロ大魔王と呼べ。あ、ピッコロ大魔王どうしたんですか。定期の更新したいの。区間はどうされますか。地球からナメック星まで。ピッコロ大好きか。ナメック星までは作れませんよ。って知ってるし、本気で言ってると思ってたの。ウケる。
お黙りなさい。じゃあこのまま更新しときます。あざぽよー。黄色線の内側にお下がりください。あ、前出過ぎちゃった。出過ぎだよ。危ないですよ。天路に足怪我した猫ちゃんがいたから助けてあげたの。無事でよかったにゃ。悪い人かいい人か分かんねえな。動物園に連れてってこれるの？明日帰ってきたらな。やったー。ソウスケよかったね。アナコンダ見れるのかな。食べられちゃうかもよ。負けるもんか。じゃあ行ってくるね。うん、行ってらっしゃい。今日も運転お気をつけてね。バイバイ。お疲れ様です。ゴーさん 27F 特に引き継ぎ事項なしです。承知しました。お疲れ様です。これから天気悪くなるみたいですから気をつけてくださいね。マジっすか。気をつけます。変な天気だな。もうどうでもいいや。制限よし、時刻よし。ソウスケ動物園楽しみにしてたな。無事故で仕事終えて早く帰ってあげよう。うわー、雨降ってきたな。はあ、何も考えたくない。楽になりたい。今日はいつもより人少ない気がするな。次の電車で終わりにしよう。え？なんか嫌な予感が。次の電車で終わりにしよう。え？なんか嫌な予感が。嘘だろ？やめてくれ！止まれ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 ！ダメだ。ただいま。おかえり。ソスケとハンバーグ作ったけど食べる？ああ、僕がハンバーグ作ったんだよ。美味しそうだな。いただきます。パパ、どうしたの？ちょっとトイレ。ちょっと大丈夫？くそ、肉を見たら吐き気がする。しかも未だに鼻に残る強い匂い。ごめんな、ソウスケ。大丈夫じゃないね。ああ、どうしたの？いや、なんでもない。帰ってきてからおかしいよ。会社でなんかあった？いや、おやすみ。動物園にレッツゴー。パパ、無理しないでね。大丈夫だって。よし、行くぞ。まずい、人が飛び出してくる。うわー。ああ、ごめん。パパ、今日はやめとこ。いや、大丈夫だよ。大丈夫じゃないでしょ。え、もう無理しなくていいよ。分かってるから。何があったの？実は大変だったね。もう元気なふりはいいからお家帰ろ。ごめんな。動物園は？ソウスケ、また絶対行くから我慢できるよね。うん。はい。お休みのところすいません。会社の上司の小堀です。あ、いつもお世話になってます。旦那さんは？すいません、今寝てると思います。起こしてきますね。いや、いいんです。これよかったら皆さんで食べてください。あ、ありがとうございます。彼に運転手としての過失はありません。はい。電車に飛び込んだ本人は辛くて逃げたくて死にたかったんだと思います。はい。でもその選択は絶対に間違ってると僕は思います。え？だって一番傷つくのはその遺族や引いてしまった運転手やその家族なんです。大切な人に自分と同じ思いをさせたくないと思えたらという選択肢は間違っています。はい。過去に引いてしまった罪悪感が原因で鬱になり失踪してしまった運転手がいました。ただ頑張っているだけの運転手にもうこんな思いをさせたくないんです。大国のこの国がもっと明るい方向に進んでいけるようにもっと声を上げて耳を傾けていきたいです。はい。人間生きていたら変われるんですよ。ちょっとしたことで変われるんですよね。アナコンダだ。でっかいな。笑顔よし。